はい、どうも、こんにちは。まあ、3.11のことがありまして、まあ、ちょっとね、まあ、3.11のことを僕も思い出したんですけど、まあ、誰かのために人間って生きるのがすごい大事なんだよね。自己犠牲ってやつ。そう。例えばね、募金できない人っているわけじゃん。お金が貧乏で。だったら献血すればいいんだよ。献血って、体の血を誰かにあげるってことで無料だと思ってるけど、血液ってすごい値段が高いんだよね。アメリカだと血液500ミリリットルで約3万円ぐらいするんだよね。まあ日本だと1万8千円ぐらいだけど。で、病院が買い取るんかな？そう。で、なんかすごいね、血液って価値が重いんだよね。人間の血液。例えば、10円募金しましたっていうので血液400ミリリットル募金する方がすごい価値があることだし。うん。だって血液の方が高いからね。そう。本当に。なんていうんかな。結構血液はすごいね、価値があるってことを言いたかった。そう、よく、まあまあ、何度もしつこいんだけどね。子供たちっていうのはね、献血に対してね、なんていうんかな、YouTube の子供たちは献血に対して、なんか、ただでできると思ってるけど、ただでできるか誰でもできると思ってるけど、誰でも献血なんか言ってたら血がすごい足りてると思うんだよね。みんなは献血行かないから血が足りない状況が今でも続いてるんだよ。献血お願いしますって駅ナカでやってもほとんどの人がついていかないし、もう見向きもしないんだよね、基本的に。そう、それすごい悲しいことなんだよね。あんだけ被災地で3.11悲しいですっていう YouTuber が動画上げてるけど、多分あの人たちは絶対献血には行ってないと思うんだよね。口では言うけど。口ではああやってご冥福をお祈りしますって日本人っていうのはすごい言うんだけど、行動に移してる人っていないと思うんだよね、僕も。そう。でも、じゃあお前献血行ったんかって言われるけど、俺は献血はちゃんと3ヶ月に1回は行ってるよ、ちゃんと。うん。で、被災地のことを考えて、俺は、被災地の原発事故が起きるまで俺すごい自分勝手に生きてたんだけど、そういうのがきっかけで思ったんだよ。自分がもしそういう時に、そういう事故に巻き込まれて、家がなくなったら国に助けてもらえるわけじゃんっていう、国に助けてもらえて誰かの税金で生かしてもらってるとか、他者に生かされてるってことなんだよ。だったらできる限り自分のできることをしていこうっていうのはね、その時すごい思ったんだよね。それからね、ちゃんと献血に行くようになったね。うん。まあ、お金の寄付に対しては思うんだけど、お金っていうのはね、確かに、お金もまあ、そんな俺はね、金持ちじゃないから、寄付は、ね、まあ、そんなにはできないんだよ。うん。え、お金がなくてもできることっていうのはあるから、やっぱりね、献血とか、そう、そういうことをね、しっかりやっていってほしいなと思うんだよね。うん。そう、大人の人がね、ちゃんと献血に行けば、もう、なんていうか、津波とかの事故で、出血多量になった人とかを救えるわけじゃん、血が足りない人を。そう考えるとね、そう。献血もすごい大事なのかなと思う。俺はなんでこんなに献血を推し進めるかっていうと、お金がなくてもできるからだよ。人に対して何かをしちゃいようっていうつもりがあれば。そう、献血ってね、やっぱり人に対して何かしちゃいようっていう、ね、気持ちがないとできないからね。そう。で、千円札をパッてお金入れるより、なんか血を抜かれるし、その体調も悪くなるから、勇気がいると思うんだけど、そこはね、誰かのためだと思って前に進むことがすごい大事なのかなと思う。そうだね。ああいや、なんか、大物 YouTuber の動画見てて思ったんだけど、ああやって被災者ネタを作って、そこの動画に広告を載せて収入を得る暇があったら、しっかりね、今まで自分の稼いだお金を募金しに行って、献血行って方に時間を回してほしいと思うんだよね、俺はね。まあ、YouTube の子供たちには俺はすごい批判されるし、俺の考えが間違ってるみたいなこと言われるけど、正直大物 YouTuber が被災者をネタにして、広告でからお金をもらったってことは俺はありえないと思ってる。そう。被災地をネタにしてお金儲けをするなんて言語道断だし、なんで言語道断かっていうと、あの人たちがすごい苦しんだ日を自分も共有しようと思ったら、あんなお金儲けしようというつもりはならないんだよ。痛みを共有したいと思うし、やっぱりね、誰かに、そういうことがあったんだから何かをしてあげたいという気持ちがあればね、ああいう広告とか入れないと思うし、そういう、
そういうね、心の現れっていうのはやっぱり人間の行動に現れてくるんだよ。広告入れてた YouTuber っていうのは基本的に、まあ被災地ネタで金儲けしてやろうみたいなこと考えてるんだよ。で、広告収入入れなかったね、まあ、唯一の YouTube、大物 YouTuber ヒカキンさんぐらいなんだけど、まあさすがにね、もう銭ゲバとか言われていても、そういう被災地のとか、時はしっかりね、そういう被災地とかはしっかり今、あれだよね、分かってるよねって思うよね。大人としての対応。人間としての道徳が分かってるなと思ってる、本当に。そう。なかなかね、もう、俺、本当にね、大物 YouTuber に絶望したわ、本当に。何度も言うけど、右翼チャンネルの方とかね、まあ、もう言わないけどね、名前も。右翼チャンネルの方も愛国愛国って言ってる割に、人に対して何かをしてもあげようという気持ちはなくて、そういう動画を撮って、広告収入を得ようとする画面伝えに、俺はもうびっくりした、本当に。まあ、その他大物 YouTuber、おるともめちゃくちゃおるんだけれども、その人たちもね、そんな動画撮ってる暇があったら、と思うよね。ちゃんと献血とか、自分の今まで YouTube で稼いだお金をちゃんと募金しに行くとかね、しっかりした方がいいんじゃないのかなと思うよね。いや、被災者をネタにしてお金儲けをするっていうのは本当ありえないよね。被災者をバカにしてるよね、本当。めっちゃ苦しい時に、苦しいことが起きた日にちっていうのがあるわけじゃ、その日にちに自分たちだけお金儲けをして、うふわふわになってるっていう YouTuber。ほら、すげえ、ね、言葉が出ないよ、あれを見た時は。もう本当にね、日本の YouTuber の節操のなさに、もう涙が出た、俺は。まだ怒ってるよ、心の中は。じゃあ、お前は何がしたいのっていうね、もうその他大物 YouTube ファンがいるんだけど、じゃあお前らに言うわ。例えば、被災地のことをネタにしてね、広告をつけてお金をガッポガッポ稼いでるやつがいます。それって本当に被災地のこと心配してるかっていうと、心配してないんだよ。本当に心配してたら広告も入れないし、金儲けのことは頭から抜けるはずなんだよ。そういうネタにしてお金を儲けしちゃいけないんだなってことはわかるだろうし、それがわかってないから、ネタにしてお金儲けするんだよ。口では、いく、人間っていうのは口では、いくらでも何とでも言えるんだよ。いかに行動に移せるかって話なんだよね、人間で大事なのは。そう、俺はす、ほ、行動こそが全てだと思ってるが、口で言えるやつなんてそこら辺に転がってるだろう。ご冥福をお祈りしますなんていくらでも言えるだろうし。で、それで、ご冥福をお祈りしますって言って、パチパチパチって言うのは簡単なんだけど、それもし広告つけてたら、それをネタにしてお金を儲けしてるってことなんだよ。そう。だからそれはいけないんだって。もうネタにするってこと自体が許せない、本当。何度も言うけど。だって、ほんと津波の動画とか見たいけどさ、俺、ほんとこんなに飲み込まれて死んだ人がいると思うだけで、もう涙出てきたし、ああいう被災者とか家族を失ったっていう話を聞くだけで、もう想像するだけで泣けてくるんだよ、本当に。あ、もし俺の家族も津波にあったら死んだ、ほんと。辛いやろうな、みたいな。辛いっていうかね、もしくは俺もね、津波に亡くなった人と接していたら、もう本当に立ち直れないだろうなって思うわけど、そんな、津波とかで人が死んだことをネタにしてお金儲けをするっていうのは許せない。本当に許せない。まあ、日本のね、日本人ってすごい偽善者が多いから、口では言うけど、まあ、この動画はまあ低評価に決まってるよ、本当に。俺何を言っても低評価食らうんだから。俺別にヒカキンアンチでもないし、ヒカキンさんのやったことはすごい正しいと思ってるよ。広告をつけなかったっていうのはね、ほんと当たり前のことをやったなと思うよ。その当たり前のことができない大物 YouTuber ゴロゴロしてることに、ほんとにすごいショックだったってことは言いたい。お疲れ様です。